空気が美味しい。こんにちは、兵庫県広報専門員の米田由美です。今兵庫県朝来市生野町に来ています。ここは明治時代、日本の近代化に大きく貢献した生野鉱山がありました。生野鉱山は古くから全国でも有数の銀の産出地でした。明治以降、フランスの技術を導入して鉱山の近代化を進めた生野鉱山は、飛躍的に鉱石の産出量を増やします。鉱石の一大産出地として栄えた生野鉱山から、鉱石や物資を輸送するため2つの道が作られました。銀の馬車道と鉱石の道です。銀の馬車道は明治9年に開通した生野・姫路・飾磨間を結ぶ高速産業道路のこと。総延長およそ 50km にも及ぶ馬車道は、当時最新の技術を用いて作られた画期的な道路でした。もう一つの道は鉱石の道。鉱石の道は明延鉱山から三子端を経由し、生野鉱山までを結んだ道です。明延鉱山から採掘された鉱石は、鉱山鉄道名神電車で三子端選鉱場まで運ばれ、選鉱された後、生野鉱山へ運ばれていました。生野鉱山はその後昭和48年に閉山し、明延鉱山も昭和62年惜しまれつつも閉山してしまいます。鉱石を運搬するための道路、銀の馬車道と鉱石の道、この2つの道が周辺地域の発展と日本の近代化を支えてきました。それではこの2つの道を巡りながら、周辺地域の観光を見ていきましょう。錫の埋蔵量は現在でも日本一。惜しまれつつ閉山した明延鉱山は、現在探検行動と昔を知る生きた資料館で人気を集めています。明治時代に作られた鉱石の道の一つ、三子端生野間鉱石運搬専用道路。ここには鉱石を運搬するために建造された橋が残っています。また選鉱場跡地には、明治初期に建てられたムーセ旧居も残っています。鉱山の町として栄えた生野町は、明治から大正、昭和の風情が残る町。江戸時代、役人らが宿泊した豪宿。生野ならではの町並み。明治時代に建てられた西洋風建築物など、和と洋が混在する町なのです。鉱石を乗せた馬車が生野を出発して最初に通る町、上川町。今に残る銀の馬車道跡のほか、銀の馬車道に関する資料が展示されている
銀の馬車道交流館、上川の豊かな自然の中で見て食べて体験できる農村テーマパーク、神崎農村公園ヨーデルの森や新田ふるさと村から出発する越川名水街道自転車下りなど大自然を満喫できます。秋、とのみね高原では銀色のすすきが美しく穂を揺らし、春には山焼きが行われるなど上川町の風物詩となっています。古くから宿場町として栄えた市川町、銀の馬車道はここ市川町館地区を通って南下しました。最盛期には80もの家々が立ち並び、4つの宿場と茶屋があったと言われています。そんな市川町出身の有名人として挙げられるのが、黒澤明監督作品の脚本を多数手掛けた橋本忍。現在、橋本忍記念館には多くのファンが訪れています。播磨富士で知られる笠形山には紅葉美しい笠形神社があり、登山客の心を和ませます。リフレッシュパーク市川では、四季を通して自然体験できるだけでなく、温泉もあり、心も体もリフレッシュすることができますね。福崎町は西国街道と生野街道の交わる地として栄えました。その中心だった辻川地区は銀の馬車道が通り、江戸時代の王城や三木家が残されています。今でも福崎町には明治大正時代の建造物が現存し、王子を忍ばせます。また民族学の父として知られる柳田国男の生家や銀の馬車道建設当時の橋も残っており、歴史文化の豊かな町です。こちらの看板メニュー、銀の馬車道御膳です。ここ福崎町は特産品としてこのもち麦麺が有名なんですよ。それではいただきます。した食感とつるっとした喉越しが他とはちょっと違う美味しさですよ。姫路に入った馬車はここ生野橋で左岸から右岸へと渡ります。この橋は銀の馬車道の中で最大の難所と言われ、修築費も建てられています。そんなに川幅はないんですが、明治時代に橋を作るということは本当に大変なことだったんですね。生野橋からおよそ 10km 南下すると、銀の馬車道発着点の鹿間港へとたどり着きます。生野から運ばれてきた鉱石はここから北前船に積み替えられ、大阪へと運ばれました。今は当時の面影を見ることはできませんが、唯一レンガ造りの建物が残っています。姫路城から南側を通る馬車道は鹿間街道と呼ばれ、大変にぎわった場所でした。街道沿い周辺には亀山本徳寺や古い町並みが残っています。播磨国内の神々をすべて祀った播磨の国総社、西の比叡山とも呼ばれる諸社山円行寺など、全国からの参詣者や観光客らが絶えません。兵庫の歴史や文化、民族などを知ることができる兵庫県立歴史博物館、
旧陸軍の倉庫だった姫路市立美術館は国の登録有形文化財に指定され、常設展示のほか特別展示も随時開催されています。そして国宝であり世界文化遺産に登録された姫路城は、いつ訪れてもその壮大さと四季折々の美しい景観を楽しむことができます。日本初の高速産業道路の始まりは、その後の鉄道や高速道路へとつながり、人々の生活になくてはならないものとなっています。現在歴史的に重要な明治時代の遺産は、生野鉱山を中心として近代化産業遺産に認定され、注目を集めています。近代化の歴史と文化が残る田島播磨の地、先人たちが残した近代化産業遺産を巡ってみてはいかがでしょうか。